これは。本当に封印が解かれたというのか。祭司ズームウー、状況。宣告のことを継承候補者の一人が訪ねてきたのですが。何者です？おや、あなたも継承候補者でしたか。こいつが噂のバリガルマンだってやつか。しかり、トラル大陸の歴史において過去幾度も覚醒し、生ける天才として恐れられたトラル・ビドラール。かわいいやつだ。俺様の役に立つために今日まで眠っていてくれたんだからな。どういう意味だ？なるほどね。こいつの氷の魔力を暴走させて自らを氷好きにさせたんだ。さすがはグルージャジャ様、あったまいい。これを破るのはとても一筋縄じゃいかないよ。この氷を溶かしきるだけの火の魔法と眠れるバリガルマンダの魂に火を灯す魔法を二人の術者が全く同時に放つ必要があるんだから。そんな離れ技ができる息の合った術者はブオグルージャジャ様とリオグルージャジャ様、そしてオイラとアリジャだけだよ。やめろ。いやいや、もうやっちゃったし。年には終わりだよ。ついてやりすぎちまった。なぜこんなバカなことを。俺様が王になるために決まってるだろうが。それだけのために災厄を解き放ったと。また多くの人が死ぬことになってもか。せいぜい大暴れしてくれよ、伝説のトラル・ビドラール君。
トライオラにはすでに死者を向かわせました。やがてトラル幽連隊から討伐部隊が送られてくるでしょう。到着がいつになるかは分かりませんが。バクージャジャの野郎、私らの邪魔をするためにしちゃ度が過ぎてるぜ。今回ばかりは許しちゃおけねえ。一応聞いておくけど、どうする？バリガルマンダを放っておいたら、また多くの人が死んじまう。それを見捨てて王になったって、フォンジャンテーンや私を応援してくれたみんなに胸を張ることなんてできねえ。だから私はバリガルマンダを撃つ。相手はあの親父が倒しきれなかったほどの敵だ。私一人で太刀打ちできるとは思えねえ。継承の儀への協力者として呼んだお前らにそんな義理はねえのは分かってるけど、私と共にバリガルマンダと戦ってくれ。このオルコパチャの平和を守るために。今さら見て見ぬふりなんてしないわよ。仲間が困ってるんだもの。仲間そっか、いいな仲間って。一緒に戦ってくれる奴がいるだけでこんなにも心強い気持ちになるんだからさ。俺たちはどうする？継承の儀に勝つことを優先するなら、ここは先に進むべきでしょうね。バリガルマンダを倒すにしても、まずは奴がどこへ向かったかを調べないとな。そこは幼馴染を当てにしてるぜ。急ぎ、ペルペル族にも警告しておけ。場合によってはオルコパチャから退避せよとな。